路線バスの旅。これは設営の人たちじゃないの。一台一番ってね。この国用の Hello Japan。 6月29日土曜日、今日は朝からひろこのライブでカンザスクエアに偵察に行って、ライブは見てないけどおなごを送り届けて、ちょっと時間が夜まであるんで、東京ダイジングひろこの神社に来てみました。やっぱあれね、混んでるね。今日はここで女子にお土産を買っていこうと思います。バカンススタートしてます。バイナリースバイチャオ。あっちあっち、今日傘持ってきてるから日傘さしたの。バスライトリーダー飲んでるね。お土産を買うていくのよ、女子に。はい、横に広がってください。氷、これくぐるまたぐって。
こでグッズとか買える。ここは御朱印。今日は一食のご飯です。どうしてね、ここで海外の結構だった。ここはウグイス谷のモーテル街来たわよ。すごいでしょ、ホテルばっか。ここはあれだよ、駅から近いからいいんだよ。ウグイス谷のモーテル穴場よ、泊まるには。安いかな。今さ、ビジネスホテルが爆上がりなんだよね。たまげたで。カラオケもできる。なんかね、今日ね、お泊まりするところね、カラオケができるみてえよ。お迎え？うん、狭いよ、こじんまりしてるかんね。宿泊5500円だって。ここんち だって2ヶ月ぐらい前からさ、あのモーテル予約しようと思って見てたんだけど、あれよ、ねえよ。いっぱいモーテルがある。
12時までいられるんだ、いいわね。だわ、好きだわ、いいわね。これ赤羽にもあるよ、飲み屋さん。いやいや、安い、うまい。あ、もう終わっちゃっての。はい。ブリスダニ駅前。モーデスさんだって、こっちは。はい、モーテルに到着。ネグリジェ2枚これ何、冷蔵庫とチンと、これ何、水が入ってんかい、とドリンクで、キャラオケマイク。あ、あ、2個あるね。え、ウェルカムサービス。じゃあ頼もう。何時までとか決められてるかも。早よ頼まな無理かも。こんな感じ。あれ、洗面所でお風呂、お風呂、うん、ワンルームみたいな感じかしら。綺麗ね、狭いけど。こっちおトイレ、うん、うん、普通ね。これは、ウグイス谷のケバブ屋さん。鍵いいでしょ、これ。チョイする？はい。で、お布団がこんな感じ。シャンデリア。これ有線、あ、な、ねえや。まあ、こんな感じかしらね。バイナリースバイ。チャオ。鉄道博物館とお茶ミュージアムだって。新橋。パナソニックの隣だね。
いよ土学部小学部土学部小学部小学部